キチャンネル。ジョッ。こんにちは。さあ今日は阪神タイガース。はい。まあね、ドラフトでは1位ね、浅野くん行って、抽選で外したけども、はい、ね、中央大学の森下選手を取ってね。はい。で2位は東海大札幌モンベス。言ってなかった。言ってました。言ってましたね、先生出してました。左サーンでは高校生ナンバーワン。はい。ハムにおすすめとか言ってたんで、北海道だけに、ね、で3位外野手ね、いつぼ日なせ選手、関東第一、はい、あれだね、関東第一がオコエの後輩、オコエ選手の後輩ですね。で4位投手帝京長岡、はい、茨城、お言ってた、言ってますね、茨城くん、芝草さんのところの、新潟まで取りに行ったんですよ、はい、はなんか阪神の時もバズってたね。なんかおい、さつざきチャンネルで言ってた、これいい選手っていうやつやろみたいな、なんかちょっとさつざきチャンネルちょっとインフルエンサーになってきて、はい、なんかもうドラフトの時にいろんなところのメッセージ欄が、はい、もうこれさつざきチャンネルでいいって言ってたやつやみたいな、あスタッフがいいって言ってたやつ、はい、とか袴田さん枠のみたいな、えでも覚えてくれてるの嬉しいですね。いや嬉しいですね。ね、私たちが誰言ってたかっていうのを、ね、はい、覚えてくれてるっていう、めっちゃね反響良くて、はい、ね、うん、でもいいんだもんね。いや本当にいいんで楽しみなんですよ、うん、で5位天理高校から、はい、問い、俺言ってなかった問いは、問い言ってなかった、問いは言ってなかったですね、うん、はい、でもいいんでしょ、いいみたいですね、うん、内野手、はい、で6位富田蓮岐阜、はい、三菱自動車岡崎投手、うん、で育成で旧三大野口外野手、はい、このドラフト、うん、トップレベルです。おお今回のドラフトでトップレベル、トップレベルの明確なこの意図があって選択した選手の能力は未来は分かんないよ、はい、でも年齢構成、うん、ポジション、うん、順番、はい、完璧です。へー、かなりもうほんと1、2を争うぐらい俺はいいドラフトだったんちゃうかって思う阪神。へー、そうなんだ、うん、まあなんかね、世の中的には佐々木は阪神嫌いやとか、うん、ちょっとなんか悪く言うと、うん、すぐ嫌いやって言い出すのよ、はい、なんか世の中の人たちは、うん、別に俺好きでも嫌いでもねえよっていうね、はい、いいところを褒めるっていうこれね。でもやっぱ外野手が、うん、その岡田監督はマルチポジションしないらしくて、うん、もうそのポジションだったらもうそのポジションだけしか守らない、はい、でそのポジションでもう出れなかったら補欠らしいのよ。へー、だからもう佐藤をサードで使って大山をファーストっていうことを言ってるから、はい、外野は近本しかいないの、はい、あーだから絶対欲しかったんだ、もう絶対取らなきゃいけないのよ、うん、はい、で初め浅野くん言ったのは、うん、まあ、あの履正社から入った井上を、はい、まあ、そんな評価してないのかなっていうね、うん、ところもあって、でも森下行くってなると、はい、多分もうすぐ出れるわけ、うん、ポジション空いてるから、はい、まあ、本人頑張ればね、うん、で中央でしょ、はい、俺はね、まあ、あの映像全部見たわけじゃないけど、はい、打ってるところの映像を見たら崩れても強いスイングできるし、うん、はい、一歩間違ったら牧いける、ね、へー、あーそういう感じなんだ、うん、いける、体もでかいしね、はい、強そうだし、うん、正直いい感じの、これは森下君でも悪くないね、うん、浅野君外してね、俺はチーム的には、まあ、右のスラッガーって感じですよね、うん、これはね、うん、めっちゃ俺は阪神には今一番フィットする選手だと思うから、正直浅野君より俺は良かったと思う、わー、そうなんだ、阪神にとっては、まあ、そう空いてるポジションが空いてるって、うん、そう空いてるっていうところもあるしね、うん、はい、でまたこっからがね、はい、素晴らしいのよ。へー、この門別、いつぼ、茨城、戸井、はい、全員高校生、うん、最高だね。あ、そっか、だって俺何て言ってたかちょっと見て、阪神ちょっと何て言ってた、阪神は、あ、見て見て、高校生を中心に好きな人取ればいいって言ってます。ほらね、本当だ、うん、やっぱ阪神は、うん、そのポジションね、はい、見ていった時に、うん、まあ正直3位になるようなチームじゃないの、はい、まあ、開幕9連覇がやっぱ痛かったね、うん、はい、ってなった時にはそんなピッチャーもね、あの先発数揃ってるし、うん、リリーフね、湯浅、浜地出てきて、はい、でケラーも残留で岩崎もいる、うん、で若い選手は及川とかね、うん、桐敷とか投げてない左の若い世代もいるし、はい、キャッチャーもね、キャッチャー取った方がいいっていうやついたけど、はい、栄田とかね、藤田とか、まあ、いるわけよね、うん、はい、だから、まあ、若い選手たちもいるし、今いるポジションもそんな急務でどっかを絶対取らなきゃいけないっていうのはそんなないわけ、うん、はい、でもまあ佐藤を外野にするんだったら別なんだけど、サードにするってなるとやっぱ外野がいないから外野は取った方がいいってなった時にこの森下君を大卒で取ってるわけよ、はい、うん、だからこれもし浅野だったら
外野取った方が良かったかもねって言ったら、もしとしたら門別君2位で行ってないかも分かんない、ね、あそうですね、うん、可能性もあるけども、うん、この森下君の良さと、あとはその高校生で、うん、そんな別に今ね、そんなめちゃくちゃ即戦力とか、うん、今必ずここが必要っていうところないから、しっかり若いのを取っとくと、うん、もう未来が上昇軍団の作るやついのよ、うん、だからこのね、過去3年のドラフト阪神が一番こう出てきてましたもんね。そう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 、であの、まあ、森木とかもそうだし、はい、西純也もそうだけど、うん、どんどん一軍に来てるわけじゃん、はい、だからピッチャーとかもね、うん、この25歳以下っていうところに佐伯、多分来年からローテーション入ってくるね、はい、佐藤蓮、浜地で村上で岡留、湯浅、ね、西純也、森木っていう右がいて、左は岩田、桐敷、伊藤、川原、うん、鈴木、及川っていうところもいるのよ。で中堅ところに青柳とかね、はい、まあ、藤浪、まあ、あのポスティングで出るけどね、はい、で伊藤将司、高橋遥人、まあ、怪我からね復帰してほしいなっていうところもいるし、まあ、その上に秋山ね、とか岩佐田、はい、岩崎とかいるわけよ、うん、だからバランス的にいいのよ。でどんどん若手が熱くなっていって、はい、中堅ベテランもちゃんと格でいるってなると、この、ね、世代の入れ替えもいい感じでできる、はい、このドラフト戦略、うん、完璧だね。で野手も含めてね、若いところではね、この里輝とかね、はい、井上とか前川とか、うん、で小野寺とかいて、で中堅ところにはね、大山ね、木浪近本っていうところがいて、で、ベテランのところには糸原とかね、はい、まあ、梅野とかいるわけで、うん、この、ね、野手も年齢構成がいい、うん、だからもう完璧に近いドラフト、うん、あのその構成はね、はい、でもそっから未来どうなるかはこの選手たちが頑張らなきゃいけないから、うん、それはそんなの今測れないじゃん、うん、正直ね、はい、でもこの年齢構成で、しかもよ、うん、またこれが良かったのが、はい、俺は阪神の OB でも何でもないけど、はい、よいいものはいいって言いたいじゃん、うん、6位の富田ね、はい、これをここに6位にね、うん、ピッチャーの社会人を抑えとくっていうのが危機管理能力、あ、なるほど、しかもサウスポーそうそう、ここでもね、もし仮に高校生で行ってたら、はい、若干来年そんなすぐ使わないって言っても多少の戦力アップ欲しいなって思うじゃん、うん、でここにこの左の富田を、しかも高卒社会人だから一切若く入れるんだよね、はい、そうですね、うん、でここを持ってきたっていうところでね、はい、まあその及川景色っていうところがひょっとしたら伸び悩んでるって思われてるかもわかんないね、はい、まあ、そこの、まあ、保険っていうところもあるし、そこに火をつけるっていうところもあるけども、この富田のこの6巡目選択もね、うん、よかったのよ。あ、でも私そう言われてみると危機管理能力的なところを意図感じますね。そうそう、だからやっぱりね、この保険の何かあった時のこの人たちは下で取るね、はい、もしくは若い選手たちを即戦力じゃないけど下で取って集めするっていう、このね下の選択もね良かったね。あ、どうですか阪神。完璧です。あ、でもすごい納得させられました。富田さんはアンダー23の MVP ですからね、うん、そうなん、はい、そうなんだ。そうですよ、だって下織明星が好きだから多分俺のことも好きだと思う、はい、いや、それ一緒なんですか。なんかそんな一緒っていう、何がそれ被ってるんですか。霜降り明星聖夜さんとなんか俺が顔が似てるっていう。あ、そういうこと。うん、あとあのかまいたちの、はい、あ、山内さん、あ、山内さんじゃない方だよね、はい、は、濱家さん、あ、濱家さんと声がめっちゃ似てるっていう。そんな似てるかな声。なんかあのテレビでやってて、千鳥のやつで、めっちゃ似てたよ。似てました。うん、そうなんだ。3連勝で単独シーンって。似てる。今もう濱家さん被してほしいぐらい、今のに。現在3連勝で単独シーンみたいな。似てるのかな。ちょっと後で聞きます。似てるって電話あった、友達から。そうなの、はい、それ見た人、で俺も知り合いからめっちゃ似てたってね。で濱家さんはそのアフレコしてて、はい、あの10連敗でマジック消滅って言ってました。見たかったそれ。いや本当結構反響あって、うん、でもなんかネットでも結構似てるって多かったです。あ、多いね。本当ですか。じゃあちょっと検索してみますね。うん、そう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 、だから俺はすごい良かったと思う。はい、うん、でまあ外野にね、野口君育成で一人取って、まあ、ここら辺を抑えとくかなっていうね、はい、バランス的にも非常に足りなくなるかもしれないから抑えとこう、うん、だから他にもいいドラフトよかったんだけど、うん、めっちゃいいドラフト、あ、意図が明確、うわ、すっごい。でも言われて確かにってなりますね、うん、これ、うん、しかも先生がおすすめしてた2人選手がね、うん、門別君と茨城君という大注目ですよ、うん、でもこの茨城君と門別君は北海道出身でいい2人なのに、はい、ハムが取ってないっていうね。そうですね、うん、ダメな。ダメですよ。
あ、ダメですよ。確かに門別くん高校ナンバーワンサウスポーター言われたもんね。はい、でこれ東海大系ですね。ジャイアンツも狙ってたはずなんですよ、絶対に。でも2巡目でね、ここまで余ってるってことだもんね、うん、はい、はい、だからジャイアンツは萩尾くん2巡目で行ってるからね、うん、ねえ、うん、もしかしたら門別くん取りたかった可能性もなくはないかもしれないですよね。超投手王国な可能性です、阪神が。ねえ、うん、いやもうすでにでも防御率低かったのに、うん、良かったのに、うん、これはちょっといいドラフトだったね、うん、まあでもね、うん、はい、こんだけ褒めても1年後パッとせんなっていう可能性もあるからね。そうです、全然聞かなかったな、そこのドラフトみたいな。いや今これはだって未来どうなるか分かんないけど、はい、この年齢構成とバランス的な判断力は俺は阪神は非常に良かったと思う。意図が伝わってきますね。うん、そうだね、うん、だからなんか名前だけ見てね、なんかダメやなんとかっていうより、こうちゃんとバランス見てほしいよね、うん、年齢構成とかね、はい、まあ、1年後のね、はい、ドラフトチェック楽しみにしてます。楽しみです。